そのまま。5分間でいいから。はい。自分でどうにか切り替えてやっていかなきゃいけないんだから、
本当に自分のここが大事なのに、ここが弱いから全部グラグラグラってなる。もっと気持ち変えて、本当に技術はだんだん追いついてきてるのに、ここが弱くてまだ全然デビューとかさせれないはい、ありがとうございました。これまで時間あったでしょうよ。なんでそこで気持ち、今気持ち切り替えようとしてんの。じゃあゴング鳴って気持ち切り替えるの。ゴング鳴った後に入場してゴング鳴ってちょっと待ってくださいって言ってこうやってやんの。本番でもリングに上がったら切り替えろよ自分で、はい、さっきそれを言ってたの、はい、そう、もう一回降りて、you
たいよ。はい。うちらって、うちらそういうお仕事をしてるじゃんか。はい。試合に行く前にね、めちゃくちゃ怖いの。はい。もしかしたら入場して、一番は自分の足で帰ってくることが一番なんだけど、正直何が起きるか分かんない。どんなに練習してても、もしかしたら相手を怪我させるかもしれないし、自分が大怪我をするかもしれない。そういう状況の中で毎回試合をしてるのね。試合するときに、うちはごめんけどこの対戦する相手の人の命まで預かってると思ってる。はい。逆にうちは相手に命預けてるし、自分の身は自分で守ろうと思ってる。はい。ある意味自分と相手の2つの命を自分が守らないといけないと思ってるし、かつお客さんを楽しませなきゃいけない。自分の感情で練習に気持ちが入らない。ちょっとグラグラってなっちゃう。ああこの練習嫌だなって。いつもそうなっちゃう。それだとデビューできないの。プロテストは受かったかもしれないけど、デビューするまでの道のりはそこなの。はい。それじゃないとうちはみんなの命を愛ちゃんに預けられない。デビューさせられない。はい。ただ受け身ができてます、スタミナがついてます、それだけの練習じゃないの。気持ちのコントロールもしてほしい自分で、はい、自分が強くないとお客さんにも見せれない、はい、何も弱いとこばっか見せるの。自分の気持ちをコントロールする、やるって決めたらやる、はい、中途半端はしない、はい、そういう気持ちでやっていこう。はい、分かった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんな同じ道を通っていくんだよ。はい、みんな同じ。はい、しんどいに上限はない。はい、てっぺんがない。しんどいのはもうここがマックスですっていうのはないからね。はい、みんなやってきたか。みんなやってきた。はい、みんなやってきたか。はい、ここ越えていかないと。はい、でも死んでいたことじゃなくって頑張れが嬉しいから。はい、お客さんの頑張れが嬉しいんだ。はい、しんどい分だけ頑張れが嬉しかったりする。それを味わいたければもうちょっと強くならないと。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全てにおいて負けたくないです。自分は一緒にはされたくないです。マーベラスと戦場、マーベラスにはマーベラスの良さがあると思うし、戦場さんには戦場さんの良さが自分はあると思うんですね。なので一緒の括りでは見られたくないです。一個人マーベラスとして他団体は他団体、自団体は自団体なので勝負した時には絶対負けませんってまた言っちゃった。まあでもあの比べられたくはない、うんうん、比べられたくはないし、比べられた時に負けたくは、負けたくはないけど、うん、まあ負けてはないと思います。すいません、自意識過剰で自分たち自分に自信があるんです。すいません、負けてない自信がたくさんあります。本当におちょくってないです。あの、はい、喧嘩も打ってないんですけど、はい、すいません、あの家具貸してもらってますっていうような気持ちでしかないっていうか、すいません。すごい尊敬する場所もめっちゃあります、はい、すごいなって思うんですけど、ですが自分たちは負けてないですし、負けるようなことは教えてもらってないです、はい、自分は、まなみ選手です。先輩なんですけど、何回も何回もずっとシングルマッチをさせていただいてまして、で全部ほとんど自分勝ててた時にスパンと負けて、それもベルトの試合だったのでっていうのがあって、それからシングルマッチやってなくて、ちょっと早く試合がしたいです。岡優香選手です。
まあ、もう結構もうすっごいショックだったんですけど、まあ、なんかジャジャマトーナメントっていうので選手さんとも全員でもう練習があったじゃないですか。その練習の時に自分はもう全てによって自信があったんですけど、まあ、ゆりかさんにだけ負けてしまったので、もう自分はその負けたことがショックすぎて、もう今そのあれで結構自分を追い込めているので、まあ、そこはもう絶対に負けたくもないですし、なんて言うんですかね、結構意識してます、岡山田選手は。はい、あんまり興味ないです、はっきり言うと。こういう言い方するとちょっと誤解が生まれるかもしれないんですけど、あんまり興味はないんですけど、強いて言うなら試合をしたことがない人としてみたいので、金子選手がちょっとだけ気になる。でもそこまでまだ興味を持ってないです。響は里村さんすぐ大将を狙う癖があるので、本当は金子さんって言おうと思ったんですよ。ちょっと東大元暮らしって最近言われて、上ばっか見すぎてると足元見えないよって言われたので、一番下の金子さんって言おうと思ったんですけど、やっぱり一番欲しいのは一番トップかなと思って。どんなイメージ？ガチガチ、なんか厳しいイメージです。すごくなんか空気がずっとピリついてるっていう、あ、やばい、なんか怒ってる、大丈夫かなとか、いや、里村さんとか岩田さんとかもなんか今機嫌悪そうとか思ってます。ピリついく時もありますけど、大概どちらかというともうファミリー感が強いと思います。うちは意識する選手、うん、大口叩いてもいいですか？里村さんです。なんか常にピリッピリしてるというか、もう練習は練習で、もう笑いのない練習、一切笑いが起きませんよみたいなイメージがあります、自分の中で。なんか怖いです、そこに飛び込めってもし言われたら、どんな空気なんだろうみたいな。マーベラスって逆で、なんかその部分がなんか確かにすごい、そこは真剣に教えなきゃいけない部分はあると思うんですけど、そこを逆にこうじゃあって真顔でこう説明するような感じになってしまうと、多分下の子がちょっとギュッてすいません、はい、みたいな感じになっちゃうので、そこをうまくこう笑いながらもこうした方がいいんだよ、ああした方がいいんだよっていうのをなんかうまくこう駆け引きじゃないですけどしてるような感じはある気がします。岩田選手が自分気になってまして、本当に今多分お怪我されて欠場、同じ欠場私と欠場してるタイミングがそんなに変わらなくて、試合でも当たらさせていただいたこともあるんですけど、鋭い蹴りっていつも燃えるんですよ私。本当にこの蹴りくれてありがとうっていつも思いながら試合当たらせてもらったりとかしてて、ぶっちゃけるとなんか同じ感じ、同じ匂いを感じてしまう部分ってすごくあって、多分岩田さんの中でももがいてるところがあるんだと思うんです。で、なんかそれをなんか見てるだけで、あ、そうなのかなとか感じてしまう自分がいて、なのでなんか岩田さんですごなんか本当にいつも我慢してるんだろうなとか、本当は悔しい思いいっぱいしてるのに我慢、そこを抑えて、常にそこを抑えてるんだろうなっていうのが目に見て分かってしまう部分が気になっちゃって、一回ちょっと影を消したんですよ自分。それまでずっと橋本選手一直線で自分コンディションを高めてたんですけど、一回ここ断ち切らないとそれに行っちゃうの、もうそれだけになってしまって空回りしそうだったので、今興味があるかないかって言われると興味ないです。眼中に全然入れてない。いつでもでもまあ来ていい状態にはできる状態にはするので、はい、もちろん誰が来てもって、橋本選手だけじゃなくて誰が来てもいい状況にはしてるところです。血筋っていうのかな、うん、血筋の戦い、親戚だからとか、あるいは家族だから他なんかにやりましょうって、これこっちもなくって、同じ血筋だからこそ誰が抜けてくるの、それぐらいの勢いでやってくれないことにはガイアイズムのイズムの意味が全くないというか、多分他にない、この血筋の戦いっていうのは他にはないので、これはちょっと楽しみに自分的にはしてるかな。